おはようございます。釣り子 TV です。皆様、連日の釣り具屋通い、大変お疲れ様です。釣り子 TV もね、お正月明けてもね、釣り具屋に通うような毎日が続いているんですけども、これ、買ってきちゃいました。メガバスの X7 半ですね。いやー、実はね、一個も持っていなくて、でも動画の方では、小森プロと一緒に釣りに行った時とか、これはいいですよーっていう感じでね、ずっと教えていただいていて、あ、そういえば一個も持っていなかったなと思って、で、お正月の動画ですね、キングオブキングスで、なぜこれをね、小森プロが結構、投げ込んでいたかね、そこの具体的な説明を聞くことができたんで、もうあれを聞いちゃったらね、ちょっとね、一個買ってまうやろうと思ってね、そんでもって、ちょっと釣り具屋さんでね、やっぱプラグって安いもんじゃないですからね、どうしようどうしよう、なんて迷いつつ、ただね、大好きな、キックロでね、あとこのプラスワンっていうちょっと潜る方のタイプですね。これが並んでいたんで、気がついたら、買ってしまっていたとね。まあまあ、そんな状態であります。で、パッケージこんな感じでね、価格は1760円税込みっていうことで、ね、こんな感じのパッケージに入って、なんかこの、ちょっと昔ながらのメガバスパッケージっていうかですね、こんなね、パッケージね、気分上がりますよね。そんでもって、X75 プラス1っていう風に書いてありますね。先行深度が、マックス 2.4 メートルだよっていうところと、あとね、佐藤真嗣プロデュースみたいな感じでね、このね、ここに監修みたいな感じで。書いてありますけども、じゃあね、早速どんなルアーかね、開封していきたいと思います。これをね、開けるときはまた気分上がるんですね。ピリピリピリ、はい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 、あー出てきた。かっこいいっすね、やっぱり。小粒で本当関東でね、使うのにはね、投げやすいサイズ感だなーっていうね、まず印象で、実はね、ライブ X マーゲーとかね、大好きで、前よく使っていて、まあ、ブラックバスはもちろんですけども、あと、シーバスなんかでね、よく使っていたなーっていう印象があって、まあ、そういったところでも使えるだろうっていうところと、あとは、ブラックバス3でもね、今回霞水系で、結構ね、小森プロがこれを集中して投げられていたっていう印象と、あとは亀山ダムをはじめとしたですね、リザーバーなんかでも効きそうなサイズ感、まさにこの、マッチザベイトしそうなこの大きさね、これはちょっとね、ぜひね、使ってみたいなと思って買ってみました。で、カラーはこのメガバスのね、伝統のキンクロカラーですね、オーソドックスな感じの、背中黒で、この側面に金色が配置されて、でね、このピカーッとね、オレンジがね、お腹に結構広い面積で吹かれているっていうね、この金黒は絶対いい感じじゃないですかと思ってね、買ってみました。やっぱりまあ綺麗ですね。あとはなんだろう、ここのお腹のこの、なんだろう、ちょっとね、エラみたい、エラって何て言うんですかね、ここがちょっと平らになって、そこから、なだらかにカーブしていく、このエッジが立っているっていうかですね、このデザインがなんだろう、ビジョン110なんかとね、非常に似たようなデザインだなっていう、このね、これがかっこいいなっていう。ところと、ね、リップ周りはこんな感じですね。ね、これでね、2.4 メートル潜るんですね。で、まあその時に、なるたけそんな太い糸じゃなくてみたいなのね、小森プロがね、しっかり先行深度出すために、適度な、まあ、8ポンドとかそういったラインで投げるんだよなんていう風に言っていて。
たので、自分もそういう感じのねタックルで組んでみてねちょっとね、投げてみたいと思います。出しどころとしてはもう、今ぐらいから春先にかけて、あと夏とかもね、ベイトのレンジ次第ではね大活躍してくれるんじゃないかなとね。これね買ってみたら、まあなんだろう、人気なのもうなずけるなっていうね、こうカチッとしたデザインね。一時メガバス、まあそれ機能はあるんでしょうけど、背中にこうピヨッとね、なんだろう、ヒレみたいなのがついたやつとかね、ステップキャットだっけな、なんかそういう感じの時がありましたけども、最近またこういうなんだろう、シンプルな変なポッコリがついてなかったりっていう感じのこういうデザインに戻ってきたのかなっていうことでね、まああれはあれでね、好きで使っていたんですけども、なんかほんとカチッとした綺麗なメガバスっていうね、そんな感じのデザインだなっていう風に、パッとね、持った感じを感じております。で、裏にですね、これまたメガバス伝統のねみっちりとした説明書きがあるので、ちょっとね見ていきたいと思います。ハイパフォーマンスフィネスミノーということで、 X7 版日本屈指のハードルアーの使い手である佐藤真嗣の理想とワンテンなど世界を席巻するジャークベイトの数々を生み出してきたルアーデザイナー伊藤由紀のエンジニアリングが融合、小型ミノーのロングキャスタビリティを追求するため内部容積を確保すべく後体積のスクエアブロックから緻密にカービングされたボディは視覚的にタイトシルエットを両立させて獲得、空気抵抗を徹底的に低減化し70ミリクラスのミノーにおける標準的な飛距離を凌駕する圧倒的なロングディスタンスキャスタビリティを実現しました。最新ハイドロダイナミクスを融合した得意なミノーシェイプは卓越したスイミングレスポンスと快適な操作性を発揮、7半ボディが生み出す軽妙なアクションはベイトフィッシュの微小な波動と明滅感を極めてリアルに再現、スイッチではわずかなロッドワークで瞬時に軽快なダートを披露、レスポンシビリティの極みを追求した次世代フィネスミノが X7 版です。で、1ストレートリトリーブではハイピッチロールアクションを披露、ただ巻きだけでバイトを誘発する圧倒的なチェイシングフォーカスを発揮、これがなかなか、ね、メガバスならではな言い回しね。圧倒的なチェイシングフォーカスは、ね、これねちょっと新しい言葉ですね、チェイシングフォーカスって、ね、なんだろうな。で、2、ジャーキングによる左右への、キレのあるダートとフラッシングが水中でフィーディングトラップを仕掛けターゲットの捕食スイッチを猛烈に刺激っていうことで、まあ、簡単に言うとまあね、ただ巻きでもいけるし、あとは、ジャーキングトゥイッチングを入れた時の、左右へのね、飛びも良好だよっていう、そんなようなことがね書いてあるんじゃないかななんていうふうに思いますけども、出しどころはもう今時期からだと思うので、ちょっとボックスの方にはね早速一軍のところにね入れてまずは投げ込んでね見たいななんて思うんですけども、3月なんかに効きそうですよね。まあ今1月2月何にしろね関東すごい雪降っちゃったんで、雪の水が溶け出してダムに入り込んでね、最低水温に向けてどんどんねぐんぐん水温が下がっていってる最中だと思いますので、まあそういう感じにあんまりにもなんか冷たい水が急激に取って入った時に魚がこうちょっと中層に浮くというか、まあミドストとかちょっと底を切ったようなレンジで魚が反応しやすい、そんな時なんかにまあポカーンともね底の方もめちゃくちゃ冷たいし上も冷たいし、もうどうしようってで、中層とかにベイトフィッシュに依存してこうポカーンと浮いてるバスの前をこうタカ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 ーってこうね、巻くことによって思わずパクっていうね、
こういうのがまあ頭の中ではね妄想できるんじゃないかななんて思いますんで、ちょうど今ぐらいのタイミングで投げ切ったらね、こういうのにね、そういう中層で食ってくるサイズっていうのはもう得てしてバカでかいね、真冬のキッカーフィッシュだったりするので、まあそんなのにね向けて投げ込んでみようかなとかね、あとはこのなんか軽快なサイズ感ですかね、ちょっと缶釣りとか、あとはね秋の居残りのシーバスがまだちらほらこう湾奥部の方にもいるでしょうから、そういうのに向けてもねちょっと船出せるタイミングなんかがあったらちょっと投げてみようかなとかね、妄想は膨らんでおります。まあ何しろね、あの小森プロのね、取材に伺った時にこれはすごいですよって言ってね、あの手元ではね2個ぐらい持ってたんですけど、床にはね7班がねずらーってね転がってるんですよ。あのトッププロの人がこんだけ信頼寄せてね、あの追加発注追加発注みたいな感じで在庫を抱えてる姿を見るとちょっと買わずにはいられないなと思って一つ買ってきてみました。はい、というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、メガバスのですね X7 班の、プラスワンですね、これの大好きな金黒カラーが、釣り具屋さんに並んでいたんで買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。